こんにちは、ニコアミです。マステが大好きで、いろいろ集めてたりするんですけれども、皆さんマステをカットするときはどういうふうにしてますでしょうか？私はね、手でカットすることが多いですね。この切り口を、楽しむというか、そんな感じなんですけれども、すごい不器用なんで、めちゃめちゃ汚くねカットをする時もあって、なんかそういう時嫌だなーって思ってたんですよね。じゃじゃーん、ネットでね、このクリップタイプのマスキングテープカッターというのを見つけました。その名の通りクリップになってるので、それぞれ切りたいなと思ったものにパチッと挟んで切れるので、1個持ってると、幅の合うものだったらそれでいろんなものが代用できるっていうので、なんて便利だと思って、じゃじゃーん、こちら10〜15mm 用と20〜25mm 用、早速使ってみたいと思います。文房具屋さんにね行ったんですよ。コクヨが出してるのでね、文房具屋さんに行ったら売ってなくて、手芸屋さんに行ったら売ってました。なんでだろう、すごく不思議。おー、なんかね、色もね3種類あって、白を選びました。え、何、面白い、なんかここがふにゃってなるんですね。へー、あ、そうですね、ここが刃先になってるので、刃先はすっごい細かいギザギザですね。じゃあどれか、このタイプならいけますね。でこれをどうすればいいんだ、ヒュッと、でこのこうか、刃先に合わせて、であと、おー、細かいギザギザですね。もうちょっとね大きめのギザギザが私は好みなんですけれども、そうすると固定式のになっちゃうから、毎回使いたいやつをこう付け替えなきゃいけないので、すごい不便なんですよね。このねレリーフ編みのこの付録の箱にちょっとデコってみたいなって思ってたんですよね。これちょっとまず貼ってみよう。うん、いい感じ。今度は太い方、同じなんですけれども、どれくらい太いのいけるかな。当たり前だけどこれは無理。あー、ギリギリ無理だな。なんか1ミリか2ミリぐらいちょっと足りない。この東北マステいけますね。おー、スタート地点がここで、生ハゲを、あ、結構ロングだからどうしようかな。でもちょっと生ハゲここら辺でカットしとくか。これでペリ、おお、すごい切れ味いいです。これもちょっとここら辺に貼っとくか。これね、気仙沼のホヤボーヤっていうね、めっちゃ可愛いゆるキャラがいるんですよ。ホヤはこんな感じですごいグロくて、私もちょっとこれさばいたことないんですけども、スーパーでね売ってるのはよく見かけたんですけども、なんか燻製を食べたことがあるくらいかな。ほやぼうや、めっちゃ可愛いので、でマステあるので思わず買っちゃいました。でね、マルティノさんのとこも気仙沼にアトリエがあるんですよね、お店がね。なので気仙沼つながりでほやぼうやも買っちゃおう。なるほど、これ新しいやつは太いけどちゃんと挟まる。おお、このくるんってなるのがうまいこと、太くても細くても綺麗にフィットするようになってんだ。すごいな、コクヨさんめっちゃすごい。これがポイントなんですね、すごいな。おお、いい切れ味だ。おやぼうや、かわいい。おー、できました。めっちゃ東北のテープとホヤボーヤのテープがアクセントになって、すごくなんか思い出深いというか味わい深いというか
なんかすごく自分的には思い入れのあるケースができました。おお、うん、これはあの部屋にね飾っておきたいと思います。切れ味抜群でね、すごく使いやすかったです。こっちからもいけるし、こっちからもいけるしね。そんなにここ鋭くないけれども、でもやっぱり気をつけてください。この金属でできてる刃なので、小さいお子さんはねすごく気をつけて扱ってくださいね。この大きいものを細い薄いのに使うにはちょっとダボダボってするところがあるので、まあ大は小を兼ねるような兼ねないようなっていうか、やっぱりこっちのちっちゃいやつの方がちゃんとピタッとフィットするので、2種類ね買っといてよかったかなというふうに思いました。この切手タイプこそ、ここがねすごい綺麗に切れてほしいんですよね。ここね、もうちょい太めのクリップもあると嬉しいかなと思いました。でもまあこれはねあんまり使わないですもんね。こういう太いのとかってあんまり売ってないから、まあ商品化されないかもしれないんですけれども、コクヨさん見てたらこの太めのをカットできるのもぜひお願いしたいです。今日は付け替え簡単クリップタイプのマスキングテープカッターのご紹介でした。文房具屋さんになかったら手芸屋さんもチェックしてみてください。